皆さん、こんにちは。8月31日夜から生放送されている24時間テレビ47、愛は地球を救うのか。今回の24時間テレビではお笑い芸人のやす子さんがチャリティーマラソンに挑戦していますが、台風10号の影響でマラソンコースが日産スタジアムの陸上トラックを周回するコースに変更となったことで、ネット上では日本テレビの対応についてすでに批判の声が相次いでいます。これまでにもやらせ問題や寄付金着服問題など、そもそもの番組放送について疑問視され続けている24時間テレビ、愛や福祉について触れている同番組ですが、一体どこに愛があるのかと今回も問題になっているようです。今回は日本テレビの対応が最悪すぎる点について調査してみましたので、ご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。今回チャリティーマラソンランナーとして選ばれたやす子さんは、高校時代に児童養護施設で過ごした時期がありました。そこで今回は全国の児童養護施設に募金マラソンと題した企画で、集まった募金は全額が児童養護施設に使用されるそうです。今回のチャリティーマラソンは台風10号の影響でマラソンコースが日産スタジアムの陸上トラックを周回するコースに変更となり、やす子さんは31日夜8時頃スタートしました。周回コースを30周走った後、天候が落ち着いてきたため、9月1日朝6時15分頃から日産スタジアムを出て、東京両国国技館に向けて一般道でのマラソンを再スタートしています。この件についてネット上では、安全を確保したことは良いと思いますが、景色が変わらない競技場を周回するって精神的にきつすぎるかと。これまでのランナーだっていろいろな街の人の頑張ってがモチベーションになったと思うのに、今回は同じ場所同じ景色を、伴走があるとはいえ孤独に走り続けるというのは精神的にきついと思うと、やす子さんの苦しみについてが注目され、さらにこれをやって誰が喜ぶのかな、感動する、なぜ中止にしなかったのか、今回みたいに危ないよやめた方がいいよと言われてる中で強行して、タレントの安全性について考えられているのかな、などの日本テレビサイドへのマラソンを強行したことの疑問意見も見受けられました。そもそも24時間テレビをめぐっては、かねてより放送する意味があるのかどうかという点が注目されていました。毎年のように噴出するのはやらせ疑惑、特に番組の目玉といえるチャリティーマラソンには多くの芸能人が参加していますが、エンディングに間に合うかどうかギリギリという場面がよく見られます。毎回 100km 前後という厳しい距離が設定されているものの、時間調整が行われているのではと見る視聴者は多く、2022年にランナーを務めた EXIT 兼近大樹さんは、残り 1km 地点から超スローペースに切り替え、ギリギリエンディングに間に合うタイミングでゴールし、疑いの目が向けられていました。またチャリティー番組なのに出演者に高額なギャラが支払われていると見られています。2013年7月に報じられたギャラ事情では、当時メインパーソナリティを務めた嵐のギャラが5000万円、マラソンランナーの森三中、大島美幸さんが1000万円、上戸彩さんと羽鳥慎一さんがそれぞれ500万円という大金でした。また日テレ側は、基本的にボランティアでお願いしているとした上で、拘束時間の長い方など場合によっては謝礼という形でいくらかのお支払いをしておりますと説明しています。ビートたけしさんや明石家さんまさんはギャラが支払われることを理由に同番組へ出演しないとされています。2023年の番組終了後には、三浦麻美アナが体調不良で ZIP を約2週間欠席したこともありました。10年連続で24時間テレビの総合司会を務めている三浦アナですが、8月21、25日は通常通り ZIP に出演し、27日から
24時間テレビ、その後30日まで ZIP と生放送10連勤をこなしていました。このように炎上した出来事を挙げればキリがなく、最も世間に衝撃が走ったのは2023年11月28日、系列局の日本海テレビジョン放送の男性が2014年以降、寄付金の計約1118万円を着服していたと同局が発表したことではないでしょうか。そこには同社で放送したチャリティー番組24時間テレビの寄付金約264万円も含まれており、この男性は懲戒解雇となりました。幹部社員は2014年当時、親族のために金を用立てる必要があったと話しているそうですが、同社は後輩らを連れてよく飲み歩き、スロットも好きだったといい、こうした金に使ったと弊社は見ていますとも綴っていました。その期間は10年間にもわたり、同社は27日付で社員を懲戒解雇しているそうです。その上で、弊社は責任を持って保管すべき皆様の錠剤が着服されるのを10年間見落としてしまいましたとして、皆様に深くお詫び申し上げますと謝罪しています。1978年から始まり、例年10億円近くの寄付金が集まる24時間テレビ、多くの人の思いを託された寄付金が飲み代やギャンブルに使われていたようです。24時間テレビは以前から物議を醸すことも多かった番組だけに、この事実にネット上では、当初の番組の意義を完全に失ってると怒りの声が渦巻きました。しかし番組オープニングでは、総合司会を務めるお笑いコンビクリームシチューの上田晋也さん、元日本テレビで現在フリーアナの羽鳥慎一さん、日本テレビの三浦麻美アナが登場し、笑顔で挨拶したものの、着服問題への説明はないまま、何事もなかったかのように番組がスタートとなりました。日本テレビ的には、とにかく今回の着服事件についてはなかったことにしたいのでしょうか。例年番組のエンディングでは系列局のリレー中継がありますが、今年は日本海テレビの部分はスルーされるかもしれませんね。臭いものにはとことん蓋をして、視聴者には何事もなかったように、今年も募金よろしくねのスタンスを突き通すのでしょう。さらに今回の放送で問題となっているのが、 NHK、 E テレで放送されている8月28日に開幕したばかりのパリパラリンピックについてです。安子さんがチャリティーマラソンを開始した、その裏側では車椅子ラグビーの日本対カナダ戦、競泳男子 50m 自由形決勝などが朝まで放送され、24時間テレビの裏で4年に一度のパラリンピックが開催されていることを知って疑問に思う視聴者が続出しています。テレビ担当記者は、24時間テレビを放送する日本テレビに対して視聴者はそもそも不信感を抱いているとし、鳥取県の日テレ系列局である日本海テレビジョンの元局長が、24時間テレビの寄付金265万円や会社の売上金などを10年間にわたり着服していたことで、2023年11月に懲戒解雇処分されたことが発表されました。この事件で視聴者は日本テレビに厳しい目を向けており、その怒りの感情が一気に吹き出しているような気がします。また E テレでは2016年にバリバラ障害者情報バラエティが同時間帯に24時間テレビのパロディ番組を放送したことがありました。以前から24時間テレビの企画内容が本当に支援側に寄り添っているのかを疑問視する声があったんですと語っていました。実際にネット上では、パラ競技やってる裏でオリンピック選手集めてバラエティやってる24時間テレビってなんなん、どこに愛と福祉の心あんの、24時間テレビの話題に目が向くのであれば、もっとパラリンピックも注目されても良いのではないかと思う、体の使い方とか工夫が詰まっている、なぜ24時間歩き続けることが障害者の理解や地球を救うことになるか意味不明、パリパラリンピック流した方がいいんじゃない、
さらに、ひろゆきこと実業家の西村ひろゆき氏も、8月30日に自身の X で、24時間テレビで障害者を取り扱うなら、パラリンピックを中継すればよいのに、と投稿していましたが、結果的に視聴者も同じ反応を示すこととなりました。以前からの批判が考慮されたのか、今回の24時間テレビは、障害者の方の挑戦系企画は大幅に減り、能登地方地震を支援する内容が多い印象です。しかし、その一方で、ゲスト出演では、スケートボード金メダリストの堀米雄斗選手や、体操男子団体の金メダルメンバーなど、パリオリンピックのスターが大勢登場しています。オリンピックには全乗っかりしているのに、パラリンピックを一切扱わないことは、完全無視と言われても仕方がありません。このような対応をしておきながら、愛がどうとか、テーマに掲げないでいただきたいです。24時間テレビがなぜここまで批判され続けるのか、その理由を日本テレビには、よく考えていただきたいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いします。それでは、また。